1日漬け込んだ結果は、パーツクリーナーとガソリン、これだけちょっと感触が柔らかくなってます。ただ大きさに変化はありませんね。このまま1週間つけてみたいと思います。はい、1週間が経ちました。溶剤がだいぶ減ってますね、蒸発して。それでは見ていきましょう。チェーンクリーナー、さすがに若干やわくなってますね。大きさは変化ないですね。大きさは変化なし。次、パーツクリーナー、もうだいぶ減ってます。あ、やばい、プニプニしてる、プニプニしてる。大きさは、あ、若干大きくなってる。大きさが若干大きくなってます。やわさはもうプニプニ。次、マジックリン。ああ、変化はあんまりないですね。ちょっとやわくはなってます。大きさは変化ありません。ちょっとやわくはなってますね。次、エンジンオイル。あ、エンジンオイルは全く変化なし。硬いですね、うん。まあ大きさももちろん変化ないですね。次、ガソリン。あ、もうやばい。これはやばい。ブニブニ。が相当でかくなってる。これわかりますかね、相当でかくなってますよ。最後灯油。変化ないですね。変化ないです。うん、大きさについても変化ないです。今回はこの6種類の溶剤でシールチェーンのシールが侵されるのかという実験をしてみました。結果はこのパーツクリーナーとガソリン、特にガソリンは効果てきめんですね。パーツクリーナーもおそらく短時間であれば問題なさそうで、意外に灯油、これも無傷なので灯油で洗ってもらう分には問題ないとこの結果から考えます。ただもう一つ、灯油にこのチェーンをドブ漬けすると中に封入されているグリスが溶け出すという話があるので、引き続き今度はそちらの実験をしてみたいと思います。これを灯油につけて、そうですね、2、3日放置してみます。はい、こちらに少々の灯油を用意しました。この中に漬け込んでおきたいと思います。はい、ラップで蓋をしときましょう。さらにこれで蓋をする。それでは2、3日後見てみます。はい、3日が経ちました。こんな感じですね。ちょっと混ぜてみましょう。かなり綺麗になってます。こんなピッカピカ。動かしてみた感じは変わりませんね。それでは中を見てみましょう。お湯を落とします。前の実験で短時間であればパーツクリーナーのダメージはないことが分かっております。はい、じゃあこのカシメを飛ばしてプレートを抜きます。まあ、来た。はい、カットしました。第一印象、全然グリス溶け出てない。もうスムーズ、非常にスムーズ。ああ、もう下までビシャビシャに入ってますよ。グリス満載。こっちも全然溶け出てない。ほら、しっかり入ってます。この結果から分かることは、シールチェーンでも灯油でジャブジャブ洗いましょう。最後まで見てくれたあなたが大好きです。1ミリでも興味があればチャンネル登録よろしくね。それではまた遊びましょう。バイバイ。